はい、今日もスタートいたしましたバイク人生相談のコーナーですね。さあ、思いつきでスタートしたこのコーナー、果たしてどうなることやらという形になるんですけども、このコーナーではですね、皆さんのですね、もう悩みっていうか解消する必要のない悩みだと思いますけど、はい、わけわかんない悩みとかですね、そういったものをですね、私がですね、思いつきで回答していくというですね、そんな素晴らしいコンテンツになっております。本当に暇な人だけ見ていただければ結構なんですが、奈良さん、今日の、迷える子羊は何をわけわかんないこと言ってるんでしょうか。はい、はい、お願いします。 Q&A コーナーで募集した内容でですね、はい、これは質問じゃなくて、はい、相談だなっていうのが、ああ、だからこのコーナーがスタートするわけですね。そうですね、はい、それをちょっと抜粋した形になるんですが、はい、お任せください大丈夫ですか。いや、こうやって時間稼いですよどうぞ、はい、ですね、はい、周りの友人が、はい、最近みんなバイクを乗り始めてますと。なるほど。興味を持ち始めてるんですが、はい、まあ、乗ってないのもあって、はい、その面白さがよく分かりませんと。あー、なるほど、はい、バイクの面白さって一体何なんですかっていう、はいはい、すごい乗る前の、まあ、もしかしたら確かに乗ってない人からしたら分かんないかもしれないですよね、はい、そうですね、車でいいじゃんとかっていう形。あー、そういうことですね。移動できますからね、まあ、自転車でいいじゃんっていう形で、はい、移動できますからね。そうですね、はい、バイクの面白さって何ですか、はい、なるほど、乗ってないから分かりませんっていうところでもあります。素晴らしい悩みをお持ちで、はい、別に分からないまま生きていくっていうのももちろんありなんですけどね。ただ多分興味があるんでしょうね。そうですね、こう言いましたことは興味があるんだと思いますけども、はい、一応ですね、その辺についてじゃあ、まあ、七半くんも交えて回答していこうかと思うんですけど、まあ、これはですね、一概に言うと、これ一言で表現するとですね、いや、このコーナーは先ごめんなさい、前振りさせてください。このコーナーは、私個人、まあ、七半くんも含めてですけど、個人のものとして捉えてください。どこどこバイク屋の誰々がこう言ってるみたいな感じでですね、バッシングされると非常に困るので、本音が言えなくなってしまうので。ビビってますね。ビビってます。そういうことを言う人がいたら、これを見てくれた人たちは、全力でその人に攻撃をするっていうふうにしてもらっていいでしょうか。はい、はい。そんな意見は許さないっていうことで。はい。本音は言えなくなっちゃうからね。あと、メーカー関係の人はもう見ない。よろしいでしょうか。はい。そういうルールのもとで運営されております。まあ、一言で表現すると、これはですね、多分奈良くんもこれ聞けば同意するとは思うんですけど、うん、バイクというのがですね、イカれてるからなんですよね。多分これに尽きると思うんですよね。バイクっていうのはイカれた乗り物なんです、皆さんが思ってる以上に。そのイカれ加減が面白さの、まあ、中身でございます。多分ちゃんとしたこういう質問系のものとか、ウェブサイトでクリックしたりとかいろいろするとですね、多分大体こんな感じの回答が多いんじゃないかと思いますよ。バイクは自然を感じられるとか、こうちょっと我慢する感じがいいとか、多分そういうですね、歯の浮くような、表面上のものがですね、ごまんと出てくると思うんですけども、でも実際そこですか、七花さん、一番面白いと思うポイントは。まあ、そこもありますね。だいぶ少ない部分ですよね、そこね。はい。バイクというのはですね、その世界自体がイカれてるっていうのがですね、まあ、面白さなんですよ、これ。まあ、これ質問者さんのあれに意に沿ってるかもしれないですけど。で、世の中ってどん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 息苦しくなってますね。今いろいろね、うるさいし、なんか倫理じゃないですか。ただなぜかですね、バイクはわりかし見落とされがちみたいで、そんなに大きなマーケットではないので、狂ってるにもかかわらずそのまま残ってるんですよね、わりかしね。はい、というところがですね、これ最大の面白さでございます。で、どう具体的にどこがどう面白いのかの話をしないと多分ピンとこないと思うので、まあ話をしていくんですけど、まずですね、危ないです、バイクは。これは一番なんて言うんですかね、面白いポイントなんじゃないかなと思うんですけど、皆さんね、意識はないかもしれないですけど、特に男の子はその傾向が強いんですよ。絶対じゃないですけどね、女の子もいますけど、要はですね、危ないものに惹かれるというですね、動物としての本能があるんですよね。平和になりすぎるとですね、皆さんあくびをしてしまうので、なんかちょっとやべえことしたくなるもんです。それはもう学生の時とか皆さん経験あるんじゃないですけど、あるんじゃないかなと思いますけども、はい、なんか悪いことしたくなるでしょっていうですね、まあその人間としての本能の中でですね、例えばオリンピックとか、奈良さん見ますか。はい、見ますよ。スノーボードのジャンプとか見たことあります。もちろん。あれ死ぬでしょ、失敗したら死ぬ。どんだけ高いとこ飛んでんのとか、何回転すんのって。もちろんその練習を重ねてね、なるべく安全にっていう風にやってるとは思いますよ。それはバイクも一緒ですね。だけどそのヤバさというか、見てておおって思うじゃないですか、皆さん。あぶねえって思いません。それがやっぱりね、面白いんですよね、ああいうものもね。みんなが安全にできてしまったら、多分そこに、そんなにみんな盛り上がらないと思うんですけど、基本スポーツって
危ないものっていうのはですね、一定数のやっぱファンがいるんですよね。高いところからムササビスーツで飛ぶの知ってます？知ってますよ。ああいうの YouTube で見ちゃいません？ GoPro とかってなんか出てきて、こんなカメラつけてこう飛んでるのといるじゃないですか。ああいうのと一緒でですね、まあムササビスーツほど危なくはないですけど、やはりどんなに安全に注意していてもリスクが伴うというところがまず一つですね。だからまあ惹かれるんですよ、人は。これはもうあの理屈を超えた部分なので、超安全だったら絶対倒れなくなって、絶対ぶつからなくなったら多分ファン減ると思いますよ、はい、安全になってよりっていう風に、ね、ならないと思います。もちろんあの限りなくリスクは減らせますよ。安全な格好をして安全運転をしてってやっていけば。でそれを実証するかのようにですね、バイクの危なさのもう一点としてですね、あの設計自体が根本的に狂ってるっていうのがあるんですよ。これわかりますか？前なんかで、ね、話したことありますよね。いや覚えてないですねただ皆さんが思ってるのは、自転車があって自転車漕ぐのが大変だから楽にしようということでエンジンをつけて、これで漕がなくてよくなって便利だねって言いながら、どんどんそれがパワーアップしていった印象で見てらっしゃる方がいると思います。どうでしょうか七花さん、そんな感じで考えてませんか？そうですね、それは、ま、あの後付けの洗脳でございます、はい、これはもうマッドサイエンティストが作ったものなので、オートバイというのはあの考えていただければ分かると思うんですけど、構成パーツ比率というですね考え方が世の中にはないんですけど、僕が勝手に作りました。でバイクというものはですね、人間のためについている装備がすごく少なくて、バイクのためについている装備がめちゃめちゃ多いんですよ、構成比率で。これ意味わかりますか？ですね、うん、いいですか、車っていうのは人間のために作ってあるものの要素がすごく多いんですね。走るためについているのはエンジン、そして足回り、まあ細かいこと言っていけば駆動系とかいろいろあるんですけど、ただ大まか割と人間のための要素が多いんですね。例えば衝突した時になるべく怪我をしないように潰れるためのゾーンをボディに作りました。人を跳ねてしまった時に、人を跳ねた時の引かれた人のダメージを減らすための部分でボンネットが盛り上がりましたとか、車内の人が怪我しないように風船がいっぱいついてますとか、人間が怪我しないようにあちこちあの頑丈に作りましたとか、雨が当たらないように屋根をつけましたとか、楽に座れるようにソファーのようなシートがついてますとか、しかもそれが電気で動きますとか、要はその人間が快適に過ごすための移動のツールとしての要素が多いんですよ、これ。さあ、バイクをここで見ていくんですけど、バイクはですね、エンジンのために車体が存在していると言っても過言ではないような作りになってます。はい。で、まあ、見ればわかるんですけど、エンジンがあるじゃないですか。エンジンのためのエリアが一番でかいです、まず。でしょ？エンジン様が一番快適な位置、要は運動神経がいい位置につけるためにエンジンが中心にありますね。車で言うとミッドシップみたいなレイアウトになってます。で、エンジンは果てしなく大きいです、無駄に。ですよね。900cc あります。いやいや、1000cc あります。いやいやいや、2000cc ありますという形でですね。エンジンが非常に個性的で、それにまたがるために車体がついてます。というわけでですね、狂ったように強力なエンジンの力をちゃんと伝えるためだけにタイヤとかサスペンションの構成とかスイングアームとかっていうのがですね、最適化されてるんですね。人が快適に乗るための要素なんてほとんどないです。この強烈なパワーでも、それを遺憾なく発揮できるためのサスペンションがつきましたとかですね。それを遺憾なく発揮できるだけのタイヤですとか、なるべくロスなく効率よく地面に伝えるためのホイールは軽くできてます、丈夫でとか、ね、むちゃくちゃスピード出すために一応それでもぶつからないようにブレーキも強力にしましたとか、そんなことばっかです。全部もうカタログ見ようが何しようが。そうですよね。そうですね。じゃあ人間のためのものっていうのを探していくとですね、例えばシートちょっと柔らかくしておきましたとか、シートベルト一応あの前の椅子と後ろの椅子の間にベルトがついていて、それをシートベルトっていう風に呼ぶっていうふざけた仕掛けになってて、車のシートベルトってあの3点式っつって、あの人間が怪我しないようにあばら折れないようにいろいろ工夫されてますね、はい、このシートベルトって法律で後ろの人が捕まるためのベルトをつけなさいっていうルールがあるから、しょうがないからとりあえずつけてますっていうベルトがついてます。こんな方に捕まってどっか行く人なんていません。はい。まだライダーのベルトに捕まった方が安全です、これ。ライダーのズボンのベルトね。っていうぐらいあのふざけた装備になっていて、あのシートもですね、本当にここに座ってくださいっていう位置にですね、へこみが作ってあったりとか、人間の自由を許しません。はい。そうでしょ、だって運転手はここ。もう人の自由度なんてないからね、はい。タンデムシートなんて、とりあえず2人乗りしたいんだったら、この尖った山のようなところをお尻に刺しといてっていう感じの作りになってますね、はい、どうでしょうか。そうでしょ。人間のための装備って、例えばメーターの中のスピード表示とかね、
タコメーターですら人のためではないですからね、ここまで回るからねこのエンジンつってなってますね、はい、というわけでですね、もう人間のためについてる装備っていうのはほとんどないんですよね。あくまで法律でそう決まってるから、そこを抜けるためだけの装備、ヘッドライトがないと、法律車検取んないから、とりあえずライトつけといてよっつってついてたりとか、ミラーとかもそうですね、もうほまけみたいなのがついてるわけですよ。つまりエンジン様がいて、そのエンジンにまたがって人間が移動したいわけですよ。狂ったエンジンがいっぱいあるでしょ。クロスプレーン型クランクシャフト、ね、200馬力ぐらいありますみたいな、車重200キロ切ってますみたいな、でこれもう最高にスピード出ますからっていうことだけが売り、もう最高にスピード出て、しかもこれカーブ曲がるのもすっげえ速いからっていうのがひたすら売られているっていうですね。もちろん一概に全部とは言いませんよ。皆さんのための装備もありますよ。ステップにゴムつけときました、振動が足に伝わりづらいように。ただゴムしかつけないけどねっていうですね、凄まじい仕掛けになってますと。つまり皆さんはエンジンにまたがって移動するんですよね。エンジンにまたがって移動するためだけの、目の前にあるでっかいのもあれですよ、エンジンが食べる餌入れる餌箱ですからね、ガソリンタンクってやつなんですけど決してですね、かっこいいだろっていう見た目を作るためのものではないです、これ餌箱でございます。ということでですね、ほぼほぼバイク様が走るためだけのものしかなくて、そこに人間が乗らせてもらえるっていうですね、夢のような夢のようなものになってますこれ。なので、で馬で言ったら、馬の背中についてるなんか人が座るためのなんか U の字型の蔵っていうのかな、あれと、あと口についてる紐だけじゃないですか、はい、あれと同じですよだからというですね、形になっているので、まあそこがですね、面白さの根源でございます。これがですね、まあ、包み隠さずお話をするとですね、バイクの楽しさって何ですかって言われたら、その狂った世界観っていうのがですね、一言で集約されている。それにまたがって走れるわけですから、皆さんお好きなエンジンにですね、またがらせていただいてですね、エンジンの熱風を浴びながら走っていただければですね、やれ季節を感じるとか、なんかそういうのはですね、まあ社交辞令みたいなもんなんでですね、ぜひ皆さんもですね、こういう楽しさ、本当の意味での本質を理解していただくと、疲れるとかね、つまんないこと言わないですよ。はい。非常にですね、面白いんじゃないかと。そんなんで200キロとか300キロ出るわけだから、ばっかじゃねえのって話じゃないですか。はい、こんなところでよろしいでしょうか、はい、今日のお悩み相談でした。これはぜひこのアンサーを聞いて乗っていただけたら嬉しいですねこの方ね、やめときますってなんかわかりました、やめときますいやでも本当に何でしたっけ、百聞は一見にしかずですからね、はいはい、そのエンジンの魅力が分かんなかったら、もしかしたらそうなっちゃうかもしれないですけど結構すごいですよね。400cc とかでもね、教習車の5号行ってますからね、はあ、ということでぜひぜひ、まあ中毒患者の話も周りにいたら聞いてみるといいですよ。多分麻痺してるんで、400は俺は大型じゃないとわけわかんないこと言ってきたりとか、だいぶ狂ってると思いますけど、まあ、みんな中毒患者なんで 50cc でも十分面白いですから、はい、ぜひ楽しんでいただければと。はい、わかりました。はい、お悩み解決したでしょうか。よかったです、はい、今日はこの辺でお別れですね。はい。